はい、皆さんどうも、こんにちは、こんばんは、ピバンです。というわけで、今回もダイヤモンドを求めてこの洞窟の方を探索していきたいと思いますが、ピーマン一つ悲しい出来事が起こってしまいました。前回の実況でね、前回の実況でもダイヤモンドを求めてやってきたわけなんですが、ダイヤモンドは手に入りませんでしたが、金鉱石だったりレッドストーン、そして鉄鉱石の方がね、たくさん手に入ったわけなんですが、ピーマンセーブのし忘れにより全てがパーになりました。またここからのスタートになります。最悪ですよ。もうもしよかったらここからですが見てくださると嬉しいです。前回の頑張り全てがパーだ。わーおー、もう死にたい。もうやめて、そういうのやめようよ。なんでセーブしてないのねえ。わー最悪だね。もうつけた瞬間びっくりしたわ。なんか見覚えあるとこだなと思ったらセーブできてないんだ。もうおかしいな。俺したんだけどな、俺したんだけどね、なんでできてないのかな、よくわかんないね。またここからのスタートなんですが、まあ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 、気分は落ち込まずダイヤモンド求めてやっていきたいと思いますよ。 OK、 じゃあ掘っていきましょうか。まずはここにあるレッドストーン、前回取ったんだけどね、ここあったレッドストーンはね、取ったんだけどセーブしてないから、また取らないとダメなんだよね。 OK、 まずはゲッチ、そしてもう適当に掘っていきましょう。道を作るんだ。 OKOKOK、 ツルハシの方はたくさんありますからね。ノノノゲッチ、おいえ、行きましょう。石のつるはしで掘っていくんです。ちょっと松明必要だね。もうほんと最悪の出来事ですよ。前回でめちゃくちゃ掘ってね、まあいろいろと手に入れたわけなんですが、その頑張り全てパーですからね。あんなテンション高くやったのね、最悪ですよ本当に。神様っていないんだね。俺セーブしたと思ったんだけどな、できてなかったのね。 OK、 まあ落ち込んでも仕方がない、探していきましょう。まあまあまあ落ち込んでももうしゃあないからね、気分を立て替えてやっていきましょう。死にたいですよ今ね、ね、死にたいよ。死ぬって選択肢があるのは俺は今死にたいけどね、まあまあ仕方がない。ダイヤモンド求めてやっていきたいと思いますよ。申し訳ないね、グダグダで。オッケーオッケーオッケー、松明松明、カマ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 、どっかね新たな場所に出てくれたらいいんですけどね。オッケーオッケー、このマグマ周辺もう、いや間違って落ちるからね、これ落ちたら C あるのみだから落ちたくないんだよね。とりあえず適当に掘っていきましょうか。ノン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 イエー。ないな。てかダイヤモンドってさ本当にあるの？俺それ一番気になるんだけど。都市伝説とかじゃないよね。よくあるね。誰か嘘ついてんじゃない？本当あんの？俺見たことねえよ実物ね。ほら動画とかでは見たことあるけどさ。実物を全く見たことないからね。なんかやっとるんちゃうけ、あれチートか。チートだよね、全然見つからないんだけど。まあ適当に掘っていったらいつかね巡り合うかもしれない。いつかね、何年後かわからないけど巡り合うかもしれないんでね、適当に掘っていきましょう。とりあえずちょっと別の場所に出たいね。どっかつながってないかな。適当に掘ってはいってるんですが、ほんと適当に掘ってるね。全然新たな突破口がない。こう、鉄鉱石すら出てこないもんね。なんかね、死にたくなってくるわ。鉄鉱石すら出てこないんだもん。お、これはあれじゃないか？いいね、これ。なんだっけ、これ。ベリルビーだったっけ？なんていう石だっけ、これ。ラピスラズリですよね。ほうほうほう。これは、珍しいものではないよね。珍しいものではない。初めて見たときはね、珍しいものなのかなって思ったけど、そうでもないんだよね。そんな使いどころあまりないパターンのやつ。まあ、とりあえずね、まず1個目の鉱石見つけましたから。んここ、砂利か。オーケーオーケー。砂利。砂利。あ、ここは違う。の。松明かも。松明設置を。松明もね、もう残りないですからね。あと57個ですから、慎重に行かないとね、適当に掘っていくわけにはいかない。ただ適当に掘っていく。お、鉄鉱石あったね。あ、上も見ないとね。俺上見てねえや。もしかしたらちょっと、あるかもしれない。ダイヤモンドが。ないね。なかったね。びっくりするくらいないね。オッケー。ちょっと松明、ここの松明回収していこうか。1個あれば十分でしょう。2個はちょっと贅沢すぎるね。ゲッチ、これくらいでいいでしょう。オッケーオッケーオッケー。あぶねえ、ここ危ないね。ゲッチ。オッケーオッケー。行きましょう。
まずはあの上にあった鉄鉱石の方を取っていきたいと思います。鉄鉱石の方はね、もう結構取ってますから、まあもともと鉄鉱石を求めてこの洞窟にやってきたわけですからね、目的は変わっちゃいましたが、ダイヤモンドいつ出てくる。お、上にあるね。まだ取れない、微妙に取れないのが腹立つわ。微妙に取れないのが腹立つ。ゲッチ、さて掘っていこう。ちょっと砂利破壊していこうか。なんかあっち側ありそうだね。オッケーオッケー、行こう行こう行こう、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ダイヤモンド、お、レッドストーン来たね。レッドストーンの方見つけました。ゲッチ、あい、ワンブロックのみか。マジか。あ、これは石炭かな。いやもうね、もうマックス持ってるからね、いらないんだけど、まあ、一応破壊しておきましょう。あ、ここも砂利か。砂利よくあるね。スコップに変えて砂利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 のところね、さすがにあれはないでしょ。ダイヤモンドはね、あるとしたら丸石とかそっちのねとこだよね。の見えない見えない。砂利周辺にはなさそうなイメージなんだけどな。動画とかで見てきた範囲ではね、火の近くとかですよね、マグマの近くだったりとかにあった感じなんですが、さすが砂利はないでしょ。のの出てこない。何もない、何もない。ただただ掘っている、ただただ掘っている。ピッケルの方はね、まだまだありますから全然問題ないんですがね、全然問題ないんですが、もうそろそろ出してくれてもいいんじゃないかな。ね、ないね。ないね。びっくりするくらいないね。OK。前回どこから行ったっけ？またね、新たなルートのとこ出たんですけど、洞窟のとこ。あそこどこから行ったか忘れたわ、もう。行き方がね。最悪だ。なんでセーブし忘れたんだろうね。悔やまれる。悔やまれる。前回取ったレッドストーンだったり、金鉱石だったりね。全部なくなったんだもん。いや、男の割にはね、ぐちぐち言ってますがね。いや、それでもほんと悔しいんですよ。ピーマンの気持ちも分かっていただきたい。これは丸石か。ふっ。なんかないの？トゥッ、トゥッ。砂利ばっか。砂利ボーイ。砂利しかねえじゃねえか、お前これ。何この砂利ゾーンは。なんかあんの？怖いね、ここまで砂利ゾーンは。お！鉄鉱石ありましたね。よかったよかった。まず取りましょう。鉄鉱石ゲッチ。ワンブロックのみ舐めてるね。お前いろいろと舐めてるな。お、土か。土ゾーン。ないないない。ここも土土土土土土土、イエーイ。おっ、あ、壊れた。最悪だ。松明。オッケー。土ゾーンにやってきたね。何この土ゾーン。あ、でもなんかありそうな感じする。なんか案外こういう場所ありそうだよね。ちょっと掘っていこうか。土土土。土土土土土土。ないか。ないね。あ、鉄鉱石あった。よかったよかった。まず鉄鉱石の方をゲッチしていきましょう。のん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 。ふっ。ゲッチ。お、なんかあるこれ。1個。2個。3個。いただきます。ふっ。いいね。こっちも掘っていこうか。土、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 土。のん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 。なかった。何もなかった。掘って損した。掘って損した、お前。やられた、俺。ねえのか。ジャリボーイ、ジャリボーイ、どけ、ジャリボーイ。この辺掘っていこうか。なんか怪しい匂いしとるぞ。怪しい匂い。ないね。ないね。全然ないね。びっくりするくらいないね。あー、ない。いや、まあそんな簡単にあるもんじゃないと思うんですけど、もうそろそろ出てきてくれてもいいんじゃない？ねえ、そんな簡単にあるものだとはピーマンも思ってないよ。そんな簡単手に入らないよね。でももうそろそろ出てこいよ。その話おかしくなってくるだろうに。ちょっ
とないね。なんかないのかな、ダイヤモンド発見機みたいなアイテム。ないのこれ、あるんじゃないね。あると思うんだけどな。俺が知らないだけの。前が真っ暗、何も見えない。お、金鉱石来た。これいただきます。よかった。とりあえずここまで掘ってきてよかったね。でも待て、この金鉱石周辺にダイヤモンドあるんじゃない？ねえねえ兄貴兄貴。わお、2個目。これここありそうだな。あ、あった。松明設置音いいね。これ何個あるんだ、ちょっと掘っていこうか。プップップッ。オッケー、まずは1個目。あ、鉄じゃないと取れないね。1個目。わお、2個目、3個目、4個目、5個目、6個目、うわ、7個目、うそんでしょ、この展開。わお。あ、金鉱石取れないのか。あ、はいはい。土捨てて、オッケーオッケーオッケー。わお。ん？丸い支点に入っちゃった。オッケーオッケー。なんか入った。7個やばいね。オッケー。金鉱石の方7個ゲッチしました。これ前回手に入れたんですけどね。セブのし忘れで。取ったのはこれが初になりますね。事実上。レッドストーン、レッドストーン、レディビー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 。カマ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 。まずは周辺を掘って掘って、掘って掘って。1個か？ワンブロックそんなはずはない。1個かよ！マジっすか、兄貴。1個のみ。嘘んでしょ、嘘んでしょ、兄貴。ねえ。あ、容器あるじゃん。めちゃくちゃあるじゃん、これ。ねえ。騙された。嘘つきやがったな、お前。めちゃくちゃあるじゃない。オッケー、ゲッチ。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 オッケー。あ、もうマックス取ってんのか、レッドストーン。だったらね、丸石いらない。ポン。あ、何入ったんだ、もうダメ。ゲチゲチゲチ。お、いいね、いいね、いいね。さて、掘っていこう。ちょっと待って、いろいろと見つけ出してきてるね。いいぞ、金鉱石、そしてレッドストーンという最高の流れ。ちょっとこの周辺掘っていこうか。怪しい匂いがプンプンプン。ブンブンブン。あー、血が飛ぶ。お池の周りにほにゃららら。おいえ。ちょっとこの周辺絶対あるわ。俺のもう、なんか感覚がピンピン言うとる。絶対あるよと。あるよ、掘ってみなさいと言うとるよ。掘っていこう。ダイヤモンド、ダイヤモンドの。もうね、ピーマンダイヤモンド見つけるまで帰らないつもりですから、もう当然ですよ、これは。しかし、まあ、ツルハシがなくなったら帰るんですけどね。それはもうしゃあないからね。うん。ダイヤモンド見つけるまでは絶対帰らないつもりなんで、そこんとこよろしく。ない、ない、ない。もう帰ろうかな。もう帰ろう。もういいや。もう帰ろうかな。めんどくさくなってきた。もう掘るのがね。オッケー。ツルハシ。たくさんあるからといってもね、限度があるからね。あと何個あんのこれ、ツルハシ。1、2、3、4、5、6、7、8個か。そして鉄のツルハシがあるんで、あら。オッケー、オッケー、オッケー。プッ。8個。この8個でね、見つけないとダメだよ。てか、俺、帰り道分かってんのかな？俺、自分どこから来たのか分かってんのかな？帰り道用意してないけど。あ、マーグマ！これ、ちょっと待って、新たな場所に出たんじゃない？ねえ。お、来たね。ラスピズリ。おいえ。ゲッチ。どんどんどん。これ、ちょっと新たな場所に出たかもね。お、あるね。ラスピズリ。いいね。ちょっと適当掘っていこう。この辺ちょっとある。レッドストーン、レディビー、レディビー、レディビー、イエー、レディビー、イエー。いいね。お、2個目。こっちにもあるんでしょ？こっちにも、あ、嘘！あ、危ねえ！よかった！よかった！でもね、ちょっと安心して言葉が出ない。よかった、もうバケツセットしておいてよかった。本当に危ない。もうこんなとこで死ぬ、もう死んでたかもしれないからね。よかった、もうよかったしか感想が出てこないよ、お母さん。もう今ちょっとほんとヒヤッとしたもん。俺も久々にちょっとドキヒヤッとしたもん。
わお。ちょっとこのマグマ周辺怪しいね。わお、下ダメ。下マグマだらけ。燃えろ燃えろ燃えろ、いや、うわぁ、燃えろ、なつくわ。お？マグマ、マグマ、マグマグジグマグマ、違うね、それはそれは違うね。オッケー、まずはゲッチラスイズ。あ、ワッツ、あ、そうだよねそうだよね、マグマ囲まれてるんだよね。これ注意だよ、落ちないよ。あ、待て、こっちもやっとこうか。これやっとこう、危ない危ない危ない。プッ、ありそうな予感。ピンピンレーダーで反応している、何かが。俺よ、とりあえずね、新たな場所に出てくれたらいいんですけどね。あら、マグマがじゃなくなったな。いや、しかし油断せず掘っていこう。なんかどっか出ていかないかな、出ていかないかな。お昼休みはウキウキウォッチン、あちこち。うわっ、スレッドストーン、レディビー、レディビー、いいね。レッツ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 、ワッツワッツ、やばい、何この数。天国、ここは天国、レッドストーン天国、ワッツ。やべえ、かなりの数手に入ったんだけど、先生聞いてくださいよこれね、かなりの数のレッドストーンが手に入りました。これ待って、レッドストーンって地面に置けたりするのかな。レッドストーンのかな。あ、地面に置いて電気を伝えられる。ポーションに加えて調合すると効果の継続時間。電気を伝えられる。ほうほうほう。あ、そういうこと？よくわかんねえな。あら、レッドストーン取ったんだけどな。オッケー。あら、なんで取れないの？土いらねえ。オッケー。わかったよかった。まだまだあるんで掘っていきましょう。うわお！わお！あ、こっちにもある。わお。あ、こっちにもある。マジか。ちょっと待って、これなんかちょっとね、めちゃくちゃいい流れできてんだよね。ちょっと最後この周辺掘っていこうか。レッドストーンしかなかったね、今。周りレッドストーン何個入ったの今。やばい数手に入ったよね。ちょっとこの周辺怪しい。俺のレーダーがピコンピコン言うとる。ピコン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 。あ、石炭か。石炭か。なんか見つけたと思ったのに。石炭だった。最悪でございます。見つからない、探し物は何ですか。見つかりませんでした。オーマイガー、ダメ、ノーアウチ。はい、じゃあ今回これで実況の方終了したいと思います。ダイヤモンドやって求めてやってきたわけなんですが、今回の実況でもダイヤモンドのダスラ見つからず、見つかる気配は全くない。これにはピーマンびっくりしてる。誰か俺にダイヤモンドをくださらないかい。オッケー、とりあえず今回これで実況の方終了したいと思います。最後ね、ちょっと最後までセーブやっていこうか。セーブのとこまでやっていこう。オッケー、セーブレベルよかった。そして最後終了するとこまで。オッケーオッケーオッケー。そしてゲームを終了。OK、え、嘘、なんで、うん、ダメダメダメ。これで OK、 OK、 これセーブして終了。 OK、 これで OK ですよね。 OK、 どうだ、イエス、はい、これで OK でございます。じゃあ今回これで実況の方終了したいと思いますので、次回もしよかったらね、また見てくださると嬉しいです。次回こそはダイヤモンド見つけていきたいと思いますので。 OK、 じゃあご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。